な。まさか、これが復活したアドミニストレーターだっていうのか。これはこれは、救世主様に薄汚い滞在人、それから騎士人形の皆さん、素晴らしき共演にお集まりいただき誠に感謝いたします。アーシリア、貴様、お前がやはり最高司祭様を。我が母上、皆が祝福していますよ。美しいあなたの目覚めを、あなたの完全なる統治を。支配、私は全てを支配し愛する。私は何？何か様子が変だ。あれは本当にアドミニストレーターなのか。母上、最高司祭殿に息子などいないはずだがな。そうですね、母上の清らかで美しい母体には何者も宿るべきではないでしょう。特に汚れた血脈を持つ私ごときは、母上の体から生まれることなど許されるはずがない。アーシリア、お前は一体どうなっているんだ。このアドミニストレーターは何なんだ。おそらくは蘇生されたミニオンです。だがこれまで見てきた者たちとは明らかに違う。そう、まるで意志がない、記憶が混濁しているような。答えろ、アーシリアン、お前が一体何をしたのか。黙れ、この大罪人が。なんだ、うるさいな。まったくもって、お前の声は耳障りだ。ただでさえ薄汚い大罪人がこのセントラルカセドラルに来たというだけで胸くそが悪くて仕方がないというのに。身の毛がよだつ。母上を殺した大罪人が母上と同じ空気を吸っているだと。ありえない、冒涜だ、耐えられない。今すぐにでもその傲慢な生態を潰してやりたい。お前、いつもお前に対して冷静さを演じるのに必死だった。その醜く黒い剣を見るたび全て壊してやりたくてしょうがなかった。俺がアドミニストレーターを倒したから。そうなのか。一体何度お前をこの手で苦しめ抜いて首に殺す夢を見たことか。ただ殺すだけでは満たされない。その目玉も内臓も全てえぐり出した挙句、無限に続く痛みを味わわせてやる。そうやつやつと死ぬことは許さない。終わりなき拷問の果てに自ら死を望むまで苦しませてやる。ですが、私はお前のことが少しだけ好きなんですよ。なぜならお前は私に千載一遇の機会を与えてくれた。母上を蘇らせ、私だけの母上にする機会をね。ねえ、あの者たちは一体誰？取るに足らない存在だから忘れてしまったんだね。大丈夫だよ、僕が思い出させてあげる。この者たちは母上を殺そうとした滞在人なんだ。滞在人？まだ安定してないからしょうがないね。でもあなたならばわかるでしょ、母上。あの者たちを殺さないといけないんだ。せっかく目覚めた母上のために必要なことだよ。貴様、何を言っている。さあ、滞在人ども、その真意を持ってほふってください。最高司祭アドミニストレーター様。視野に入ります。きっと勝てる。連続参ります。防御する。次は連続。
お見事。過去にも母上を倒した大罪人というだけあって実力は確かですね。倒したものの、なんだこの違和感は。何かが明らかにおかしいぞ。アドミニストレーターが死んだのに、なんでこいつはこんなにも余裕なんだ。もしやそんなことを考えているのですか、アーシリアン。お前図星とはまさしく傑作ですね。お前が母上と呼ぶ最高司祭を倒したんだぞ。なぜそんな風に笑える。そうですね、あなたは仮に大切にしていた泥人形が壊れたぐらいで涙を流しますか。ミニオン体であるから問題はない、そう言いたいのですか。ええ、新しい肉体は壊れてしまいましたが、母上の心は壊れたりなどしない。それにこんな泥人形はあくまでも仮、母上の心を入れるのにふさわしくありません。新しい肉体仮？それじゃあフラクトライトはどこに。フラクトライト？ああ、魂のことですね。そんなもの今の母上には不要なのです。肉体さえもこの巨大な木で作ったただの物質、オブジェクトに過ぎませんからね。それなら、ただのオブジェクトが一体なんで動いてるの。かつては母上に忠誠を誓い裏切り者へと成り下がった下劣な騎士たちの協力があったからこそですよ。聖豪騎士、そういえばあなたが聖豪騎士から奪っていたのは最高司祭様の記憶情報だったと。ええ、その通りです。しかし記憶情報などと淡白な言い方はしないでほしいですね。母上を動かすのは聖豪騎士が抱く最高司祭様への憧憬の思い、そして愛ですよ。あ、愛。聖豪騎士の記憶の中にある思いや愛を集め、母上の意識を再構築したんです。それってキリト君を目覚めさせた方法と同じ理屈なのかも。だとしても復活したアドミニストレーターはすでに倒れて一度完全に肉体は失われたはずよ。そうよ、その時にハーシリアンが作ったアドミニストレーターの意識も消滅したんじゃ。お前は今のアドミニストレーターにフラクトライトは不要だと言っていた。だが意識や人格は必要だ。となればフラクトライト、魂と同じ役割を果たす別の何かにアドミニストレーターの意識を作った。そんな、人の魂と同じ役割を果たすものなどこの世に存在するというのか。魂という概念、そんなものに縛られるなど非常にちっぽけですね。人の存在は魂などという矮小なものによって定義されることはありません。お前の言いたいことはわかる。だが今俺が聞きたいのはお前が何を利用したかだ。察しの悪い大罪人ですね。いいでしょう、もう少しだけ手助けをして差し上げます。母上の記憶は母上自身の魂を失ってもなおある場所に構築され存在している。だから肉体が一度破壊されても再び同じ記憶で復活できるのです。魂、フラクトライトに代わる別の記憶領域、まさかメインビジュアライザーだな。ほう、そういう名前だったのですか。母上からはより強大なる記憶を貯める場所と聞いていたのですが。ご名答、母上の意識は今そのメインビジュアライザーにあります。メインビジュアライザーに意識って一体どういうこと。フラクトライトを持たない飛竜や守護竜、シャーロットと同じだ。彼女たちはフラクトライトを持たない代わりに意識や思考をメインビジュアライザー内に持っている。待ってよお兄ちゃん、理屈はもちろん分かったよ。でもそれって、
ああ、奴は死人の意識と肉体を無理やり作ってそれらをつなぎ合わせて動かしているんだ。そんなの死者への冒涜よ。何がおかしい？冒涜的な振る舞いを行ったのはお前の方では？この世界における半身である母上を殺し、異界から来た身でありながら身勝手な正義を語り、母上が統治する世界を汚した。母上は誰よりもこの世界を深く愛していたというのに、その思いを踏みにじった。そしてあなたたちは大きな勘違いをしている。この計画の発案者は決して私ではありません。まさか。そう、私の愛しい母上です。私は眠っている意識の中で母上の真意による声を聞いた。あの美しい声に呼びかけられるのはいかほど久しいことか。母上は私に記憶を貯める場所や魂の存在、そしてこの復活の計画を教えてくれたのです。母上にまとわりつく醜い道化師も死んでいましたし、元老院統括代理を名乗るのには好都合でした。眠っていたということは、つまりお前も凍結されていたのか。オルティナのすごときに語るようなことでもありませんが、そうですね。しかし母上はまた私を目覚めさせてくれました。復活の理屈は大まかにですが理解しました。貴様の行いがいかに非道かも。ですが計画がうまくいったのであれば、あの最高司祭様の態度どうにも腑に落ちません。気になっているのはそこなんですね。確かに今の母上はあなた方の知る最高司祭様とは違う。ああ、奪った記憶でアドミニストレーターの意識を構築したはずなのにな。言ったはずです。まだ不安定であると。この中途半端な泥の肉体では意識との接続がやはり難しいようですね。何体も試しましたが、私が腹話術をした方がよほどマシなのです。そうだ、救世主様、もう一度私の名言を聞きますか。まあハーシリアン、あなたはいい子ね。本当に可愛いわ。あなたは理想の息子よ。なんてね。僕が欲しいのはこんな偽りの言葉じゃない。お前一体何を言っているんだ。母上が呼んでいる。お人形やあなたたちの相手をしている場合ではありません。あなたたちの相手はこの先の人がしてくれますよ。うるさくて醜くて昔から鬱陶しいと思っていましたが、意外と使えるものですね。待て、アドミニストレーターが呼んでいる。どういうことだ。追っていこう。行くぞ。終わったね。